偏寂は古代中国、春秋戦国時代の伝説的な医者。中国医学の祖。インドの義馬と並ぶ名医の代名詞。史記偏寂草考列伝や半彦など様々な文献に診察や治療の逸話が伝わる。史記偏寂草考列伝によれば、医師で脈診を論ずる者はすべて偏寂の流れを汲むとされる。また、彼の言動業績から、六不治など多くの漢方医学の用語や概念が生まれた。後世の東アジアでは、偏寂もしくは、義馬偏寂というと、それだけで名医を意味する言葉として用いられる。史記偏寂草考列伝には、偏寂は、没海郡県の人、姓は畑、名は、越人というと書かれているが、これには、異説もある。例えば、揚州方言や、淮南語は、偏寂は、路の人とする。柴忠氏や城広は、河北商人旧県の人という説をとっている。半彦由郎編などによれば、紀元前4世紀の際の漢口と同時代人である。一方で、史記偏寂草考列伝によれば、偏寂の活動の始まりは、紀元前655年のという小国の滅亡で、活動の終わりは、紀元前350年の畑の官陽への遷都であり、300年近く生きていたことになる。その行動範囲の広大さと年数の長さから、江戸時代の浅井都南のように、一個人ではなく、複数人からなる、ある特定の学派だったのではないかとする説もある。2010年代には、老漢山間簿から出土した竹簡の記載により、伝説ではなく、実在の人物とする説が提唱された。史記偏寂草考列伝によれば、紀元前501年、進むの陸系の一人である、長村外が病で、昏睡状態に陥り、偏寂が診察に当たった。その見立てによると、かつて秦の墨孔も、同じような症状に陥り、その最中に、墨孔が天帝と進むに関する話を交わしていたと、あり、長村外も、天帝と何かを話している最中で、3日以内に、回復するとの診断を下した。偏寂の言う通り、長村外は倒れてから3日後に回復し、さらに天帝と長氏の未来に関する話をしていたことも明らかになり、偏寂は長村外から診察の見立てを称えられ、伝示4万世を賜った。ありがとうございます。